はい、こんにちは、キトです。今日はダン見てこれ、このね、焼きそばっぽい感じなんだけど、爆裂辛麺っていうね、このパッケージからもうさ、完全にインパクトがめちゃくちゃ強い爆裂辛麺、激辛韓国風焼きそばってやつをね、今日は買ってきました。ここにね、見て、辛さレベル5って書いてある。前回のさ、最近なんか辛いのさ、ちょいちょい食ってると、たまにね、なんかね、無性にね、こういうの見つけるとさ、食べたくなるのよ。多分ちょっとね、依存性あんのかな、辛いものって。ただね、そんなにね、辛いの得意じゃないから、完全に食えるかわかんないんだけどね。まあ、とりあえず、これを3袋今日は入れたんで、食べていこうかなって思います。いただきます。まずは、卵がかかってないところ。でもね、ペヤングとかさ、辛ラーメンの焼きそばに比べれば、そんなに、匂いはね、辛そうじゃないんだよね。いただきます。あ、全然辛い、匂い。近づけると、うわってくる。ん？これ食えるぞ。けど全然うまい。これ辛いけどめっちゃ辛い。あ、めっちゃ辛い。全然辛かった。今までのちょいちょい出してた辛いやつに比べれば全然楽勝。むしろね、これ美味しいが勝つかも。うん、ちゃんと美味しく作られてる。うん、これはうまい。辛いけど、やっぱ辛い。辛い。なんだろうね、コチュジャンかな、なんか辛いんだけど甘さもあって、だけど口に入れた時に唐辛子の感じがふわって広がるのよ。それが辛いんだよね。でも辛ラーメンとかよりかは全然辛くない。辛ラーメンの焼きそばにしたやついや、全然辛くないんだけど、癖になる美味しさだね、これ。これうまいかも、結構。ただ、辛いのダメな人は、もう完全にダメ。口痛いもん、今。しかもね、これ1個あたり600キロカロリーぐらいあんの。麺が多分、油で揚げてる麺だから、カロリー高いんだろうけど。でも、これね、全然食べる価値あるって言ったら変な感じだけど、全然うまいからありだと思うよ。超おいしい。で、卵入れるのがね、やっぱ大事。卵ないと辛すぎるね、ちょっと。
もうね、汗がやばい、これ。食うだけで。汗がめっちゃ出てる。ああ。でも食べれる辛さでよかった、これ。ちょっとね、これ作る前にさ、興味本位で作るんだけど、いや、もし辛すぎてさ、食えなかったらどうしようとかちょっと考えてたから、よかった、全然。もうさ、辛すぎてさ、これ3袋入れたんだけど、なんか腹いっぱいとか忘れるね。腹いっぱいとか忘れる。とりあえず辛い。はい、完食でーす。さすがに、さすがに辛かったね。辛い、口痛い。辛いけどこれはうまい。甘いから。もう汗やばい、めっちゃ汗やばい。何時？まあ、って感じでね、今日は。辛いラーメンを食べるっていう動画でした。な、爆裂辛麺はまだうまいから、まあ皆さんもよければ食べてみてください。じゃあね。